はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。次のイベントの情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。次のイベントなんですけども、2019年7月後半のイベント、期間はですね7月17日水曜日から7月31日水曜日までということで、形式はですね争奪戦になります。多分ね、7月9日にですね妖怪ウォッチプニプニのアプリの更新がありました。更新内容を見てみると、今後開催予定のイベント対応、アプリのアイコンの変更ということで、もちろんね今後のイベントありますよ。そしてアイコンがですねコラボアイコンから通常のアイコンに変わりましたということで、次はコラボの可能性は低いか、通常のっていうのもちょっと変なんですけども、通常のイベントに戻るのか、カチカチか、まあ、次のイベントはですねいろいろ可能性あるんですけども、映画連動イベントか、映画連動いつの映画だよ、年末映画なんですけども、今何気にですねこの妖怪学園猫はヒーローになれるか、これがですねいろんなところで宣伝してます。ちょっとね動きが活発になってきました。妖怪ウォッチ映画第6弾妖怪学園 Y ですね、2019年の、年末年始、冬ねだいたいクリスマスぐらいの公開になるんじゃないかと思いますけども、ジバニャンたちが擬人化、そして学生にということで、妖怪ウォッチのねあの映画の公式ツイッターの方でありました。ちょっとね見た感じ、いつもの妖怪ウォッチとはだいぶね違う感じがします。だからねちょっと新鮮で面白そう。こちらなんですけども、12月13日の金曜日、すごい縁起がいい日じゃないですか、13日の金曜日にですね公開ということで、劇場前売り券が今ちょうど発売した感じかな、まだね売れ切れてはいないと思います。10万名様になんか人兵のねめでたい妖怪アークがもらえるということで、見に行くんなら、早めに前売り券買うのもありなんじゃないかなと思います。そしてこの妖怪アークのね映画でもらえるアークと連動して、あの任天堂スイッチのねゲーム妖怪ウォッチ4でなんか連動するらしいっていうね、まだちょっとだいぶ先にはなりますけども、そんな告知もありました。影オロチ何なんだそれは。でこの映画いろいろとね話題がてんこ盛りです。まずですねピンクレディと妖怪の超ぶっ飛び異色のコラボが実現したということで、こちら画像ありますけども、誰だこいつはっていう人がねほとんどじゃないかと思います。ピンクレディはですね1976年にデビューした、伝説のアイドル、いろいろね大ヒットありましたけども、この何でしょうかねこのポーズ、吉本のねチンチラポッポじゃありませんよこれ、 UFO っていうね名曲ですよ。でそのピンクレディがですねテーマ曲のねメテオを歌うということで、これはねすごいことですよ。でこの猫はヒーローになれるのかのですねウェブサイトね先ほど見てきましたけども、すごいよこれ、人気歌い手がコラボということで、歌い手ねロンとかね黒猫、これマジか本物かってね疑ったんですけども、見たら本物ですよ。もう作りもねすごい、このね豪華歌い手たちが、歌う、歌詞は同じだけども、曲が違うねミュージックビデオ、もちろん映像も違いますけども、が今ねこのウェブサイトの方で公開されている、YouTube でなんですけども公開されているということで、これねちょっと見てない人はちょっと見た方がねいいかもしれない。で気になるイベント形式なんですけども、争奪戦ということになると、まだねちょっと妖怪学園のね詳細キャラとかねあまり公開されてませんけども、コロコロコミックの情報によるとね、ジバ・ジンペイとかね、細かいことは気にしない大雑把な性格、それでいて正義感は強い、何者も恐れず好奇心旺盛、 YSP 基準入学1年生ということで、ジバ・ジンペイこれはね外せないかなと思います。コマ・サンタオ、なんだそれは、落語の名門に生まれた少年で人兵の良き理解者で小学校からの友達、そしてキュービ・リュウスケ、学校で1、2を争うイケメン、自分でもそれを自覚しておりナルシストである、この3人ぐらいがね、争奪戦のねチームになってくるんじゃないかと思います。
で争奪戦といったら赤青黄色チームに分かれて、まあお宝、お宝じゃない場合もあるけどね、怪奇メモとかね、何かを奪い合うわけですよ。といっても武道会の争奪戦みたいにこの殺伐としたものじゃないんで、まあ、結構ね和気あいあいと楽しめるイベントなんじゃないかなと思います。そして争奪戦といえば玉壊し、また玉壊しか。で今回何を集めるかというと、さすがに宝珠ではないでしょう、怪奇メモでもないでしょう。ここはね YSP の合格通知書をね集めるんじゃないかと思います。そして争奪戦といったらね、ただ合格通知書を集めるだけじゃね、まあ単純ゲーでね面白くないんで、ウォッチ制作も来るんじゃないの。もう新妖怪ウォッチ YSP がねもういきなり来ちゃうか、映画まだ公開されてないのに。でウォッチ制作って言ったらね、これはオーガの時なんですけども、パーツを集める、まあ、ベルト、ボディ、ベゼル、チップ、かけら、メダルとねあります。まあドリームマッチでね集めるものもあれば、まあかけらとかね、そしてメダル、これはね結構ね集めるのは非常に大変ですよ。レア妖怪からドロップ、もうレア妖怪自体が全然出ないのにそっからまたドロップするかっていうね超やり込みなんですけども、これがね久々に来るかもしれない。でさらにパーツを集めたら、このウォッチ制作に2000Y ポイント必要っていうね、ここでも Y ポイント取るかっていうね、まあ作るのは大変なんだけど、まあ、ウォッチね効果が非常にでかいんで、これはね必須かなと思います。まあ、映画連動じゃなかったらこれでしょう、ゲーム連動妖怪ウォッチ4、先日ね発売されました。妖怪ウォッチ4なんですけども、任天堂スイッチ用ソフトとして発売されて結構ね順調です、売り上げ、ソフトハード週間販売数なんですけども、まあ、初週のね売り上げが15万本ということで、まあ、初登場第1位ですよ。これはですね約2ヶ月ぶりの週販10万本超えのタイトルということで、まあ、まずまずのねヒットだったんじゃないかなと思います。もちろんねこれからまだ今も売れてるしね、今後販売本数はね伸びていくと思いますけども、ちなみにですね妖怪ウォッチ2、これが妖怪ウォッチの全盛期なんですけども、これはですね130万本売れました。化け物です。まあこれに比べると若干ね、若干かな、だいぶ落ちてはいるんだけど、それでもね、まあ、ヒットしてるんでちょっとね安心かなと思います。で妖怪ウォッチ4の争奪戦ということになると、ちょっとねキャラクターが多いんで難しいんですけども、まあシンとかねトーマ、夏目、このあたりがねメンバーに来るか、もしくはねそれかね、もしくは初のこの6チームに分かれてっていうのもねあるかもしんないよ。そして争奪戦といったらね、ウォッチ制作エルダーレイをね制作、これがねまだねゲームには出てきているんだけど、まあ、映画でもね出てきましたけども、このプニプニでは出てきていないということで、これが来るか、もしくは YSP が来るか、どうなんだい。妖怪ウォッチ4もですねもうアップデの告知がありました。激アツです。7月10日水曜日より配信中ということで、無料アップデートなんですけども、ジバジンペイとカゲオロチが登場ということで、これプニプニでもプニプニねもうジバジンペイそしてカゲオロチ出ちゃってるんで、どうなんだろうね、どういう形で来るのか、覚醒しちゃうのか、覚醒ジバジンペイもう来るか、まあ、まだねそのあたりはちょっと分かりませんけども、もしくはアンドロイド山田登場、これもねプニプニ出ちゃってんだよね、まあ、覚醒するか、覚醒アンドロイド山田来るか、 SSS ランクもしくはランク Z で来てほしい、超覚醒アンドロイド山田。いやでもこれはねコロコロコミック8月号の付録の限定ダウンロード番号とのあの連動なんで、うん、難しいかなっていう気もしますけども、まあ、ちょっと先なんですけども8月上旬にですね無料アップデート予定があります。激アツ妖怪大相撲開幕ということで、これもなんか武道会の匂いプンプンしてるよね。これに関してはちょっとどうなんだろう、先行してこの7月後半に来るよりも、まあ、8月上旬に合わせて来る可能性の方が高いかな。
これでもあるよね、妖怪大相撲。なんか面白そうな気がする。横取りする横取りしてお宝集めする気配満々ですけども。で、争奪戦といったらこれ忘れちゃいけません。最終日は分取りです。激アツです。ここでね、一気にガラッとね、形勢が変わりますよ。コラボか、まあ、ちょっとね、連チャンで可能性ちょっと薄いんですけども、一応噂にないことはないんだよね。コラボ、ジャニーズコラボ、やっぱりね、今話題のジャニーズ、光源氏、そして田原俊彦、としちゃん来るか、そしてレジェンドジャニーさん来るか。いやいや、ジャニーズとコラボなんてないだろうと思っている人いるかと思いますけども、いやいや、そんなことないんですよ。実際だってさ、フォートナイトで TOKIO コラボってるよね。まあコラボってるというか、まあ CM 出てるよね。なので、もしかしたらワンチャンあるかもしれません。サマーニャンボ、これね、来ると思います。7月後半から8月前半、ここもね、またぐような感じで、まあいつものように来るでしょう。というのもね、今やっているリンネのニャンボは、まあ期間が短いし、あのガチャのね、中を見ても、まあちょっとね、臨時に出てきたかなっていうね、気がするんだよね。で、ニャンボって言ったらね、この恐ろしいことに、もうあまりの過激さにアップルの審査がなかなか通らないっていうね、それぐらい過激なものなんですけども、まあおなじみの通り課金ガチャですよ。1回600円、11連で6000円っていうね、超高額ガチャなんですけども、来るでしょう。ガチャスペックは、まあ、今と同じで、ランク Z が 0.8%、 SSS が 3%、SS ランクが 8%、 そして S ランクが 88% ということで、まあ、9割型は S ランクです。で、気になるのはね、ガチャの中身なんですけども、今回のサマーニャンボは結構ね、ランク Z に何が来るかっていうのがね、ポイントで、今までの感じから言うとランク Z はね、1体で来ると思います。複数体ってのはね、多分ない。で、候補としてはラストギラコマか、ヤシャエンマか、軍神サノーか、そして新たにプニクローに来ちゃうか、プニプニ来るか、もしくは不動明王カイとかね、このあたりが、まあ、新しくね、ニャンボに登場してくるんじゃないかと思います。さあ、皆さんはね、次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。プニプニやると言いながらも、またちょっとね、喋りすぎちゃって尺がなくなってしまいました。プニプニやる時間がなくなってしまいました。またね、次の動画で会いましょう。